こんにちはヨガ講師の,です今回のお話です。巨大地震を防ぐというテーマです。果たしてそんなこというテーマです。と査う究推進本部というところのホームページにこういう情報が掲載されています。南海トラフ地震が発生する確率マグニチュード8から9クラスの巨大地震今後30年以内に発生する確率なんと70から80%だそうです。 僕はねこの専門家たちが予測している巨大地震をね何とかね防ぐことができないかといつも思っています僕はきっとできると思います僕たちが皆さんがこのヨガの教えを一生懸命一心不乱に毎日やるときっと僕はね防げるんじゃないかと思いますそれはこれです祈りです祈りのことをねバクティと言いますこの毎日毎日平和のためにね僕たちが祈ることで一生懸命祈ることで僕は 巨大地震を防ぐことができると思っています。そんなお話をしたいと思います。今回紹介する本はこれです。浅川義富さんという写真家であり作家が自費出版した本なんですけど、祈りの島、沖縄、久高島という本です。この本に登場する沖縄のね、下民中日が義丸さん。 過眠中というのはもう生まれつき生まれた時から神事です神事に携わる運命を持った人ですなのでこの賀義丸さんのねお母さんも過眠中霊能者なんですこの賀義丸さんが1993年です33歳の時に神様からある日本の将来の破壊的なビジョンを見せられます。あまりにもひどいので 気を失ってしまいまいす。そしてね気が付くと杖を持った仙人のような神様が現れます。そして日が義丸さんに神様がねこう告げます「命を落とす定めの者よ母と共に神業の道を歩めもしも神の道を継ぐならば命救おう」「そなたはこの日から12年人が味わう全ての苦悩を心と肉体を持って知るがよい」 その歳月を経てのちそなたを我が使うか使わぬかを見定めるとこれからほどなくしてこの日賀義丸さん病院に手術のために入院しますその病院でこんなビジョンを見せられますどこかの地地域で巨大大震がが起起ききて、大津波が起きます。このビジョンを見せられた日賀義丸さんはもう一心不乱に北の方向に向かって一生懸命お祈りを捧げます。すると翌日、 北海道で1993年7月11日です北海道南西沖地震が発生してしまいますこの地震で200人以上もの人が亡くなってしまいましただけどねこの本によると日賀義丸さんが一生懸命お祈りを捧げてなければ被害はもっと拡大していたに違いないと書いてました過眠中日賀義丸さんにとって祈りとはどういうものなのか 神様から見せられる未来のビジョン自然災害だとか戦争だとか事故そういうものを回避したりその規模を小さくできるものが祈りなんだそうですなんで祈りによってそんなことができるのかこれはカルマの法則というものがあるからですカルマの法則戦争にしても自然災害にしてもすべての良くない出来事は偶然起きるのではないんですよその 土地の持つカルマ良くないカルマが一つの要因となってこういう良くない現象が起きるんだということですねこれはヨガの教えでもあります僕たち人類はですよもう過去の歴史を見てみると日本も世界中どこでも争いばっかりなんですよ戦争ばっかりなんですよそして殺し合いですからね殺されたものの 負のカルマ負のエネルギー殺された者の怒りだとか恨みだとか悲しみだとかはその土地にその負のカルマ負のエネルギーが蓄積していくんだそうですこれはね僕の師匠の師匠本山博士さんもよく言っていましたそういう負のカルマ負のエネルギーは僕たちが一生懸命お祈りを捧げることで浄化できるんだそうです日賀吉丸さんが祈りによって試みることはねこういうことなんだそうです 自然災害だとかね戦争の発生時期を遅らせたりエネルギーを分散させて規模を小さくしたり発生場所を移動させるんだそうです比嘉義丸さん2003年にこんなビジョンを見せられます関東や東海を襲う巨大地震です この巨大地震によって静岡の浜岡原発の原子炉でメルトダウンが発生しますそれによって首都圏全体に死の灰が降るというね恐ろしいビジョンでしたそれだけではないんですこの地震をきっかけに世界経済が破綻してそして世界規模の大戦争が起きるという非常に破壊的なものでした東吉村さんなんとかこの地震を食い止めようと巡礼の旅に出ようとします 各地の日本各地の負のカルマを浄化する旅、巡礼の旅です。ところがお金がないんですよ。それで知人に勧められてインターネットで会費制で一緒に行ってくれる人、資金を援助してくれる人を募集します。するとね十数名の人に集まっていただきました。そこで2004年の12月22日。 江戸川からスタートして5日間かけて最終日26日は浜岡で最後のお祈り神事を行う予定でしたところが様々なトラブルに見舞われて最終日の26日浜岡には到着できませんでした神様のね言いつけ通りのことはできなかったのですが最終日の12月26日も一生懸命お祈りをしていましたそのお祈りをしている最中にものすごい強いエネルギーが足元から ものすごく強いようなエネルギーが上がってきたんですもうドド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 ってもうそれはまるで天に突き上げられるかのような巨大な波動だったそうですその瞬間日賀義丸さんはこう思いましたもう間に合わないもう大変だもうその瞬間も深くね考える間もなくもう無意識に震源地をどっか遠くの場所へ降っていたそうですするとスマトラ沖地震が起こってしまいます 2004年の12月26日22万人人もの人が亡くなってししままいましたこのことを報道で知った日賀義丸さんは当然心を痛めます日賀さんの心の中ではもう罪悪感と自責の面が渦巻きます日本の何百万人の人を救うことができたし世界経済の破綻だとか世界戦争の勃発は回避することはできたのですがそれを優先しようとしたのは先進国に住む人間のエゴではなかったんだろうか。 うん、当然ね命には優劣なんんかかありませんからねこの本の著者の浅川義富さんによると我が国には宇宙の神様だとか日本の神様たちからご神事を受けている祈りのの人人というのが、ね、何人もいうが何もるんだそうですそしてその祈りの人は一旦神事を受け取るとその場所にわざわざ赴いてその規模を少しでも小さくしようと命がけでお祈りをするんだそうです。その結果 発生の場所が移動したり、規模が弱められたり、または時期がずらされたりすることになるんだそうです。こうした祈りの人の献身的な努力によって、我々がギリギリのところで救われてきているということを、皆さんにもぜひ知っておいてほしいものであると。それを知ったなら誰でもが、 思わず祈りの人に感謝する気持ちが湧いてくるに違いないその気持ちが大きなエネルギーとなって彼らをさらなる祈りに向かわせることになるのであると書いてありましたうん確かにね本当にそう思いますよねこういう人たちが実は僕たちの知らないところで目に見えないところで一心不乱に命を懸けてお祈りしていることで僕たちはこうして幸せでいられるのかもしれませんね。 この本は今から12年前に出た本なのでちょっと情報が古かったので改めて日賀義丸さんインターネットで検索してみましたすると一般社団法人心の架け橋心の輪というホームページがありました日賀義丸さんは今でも世界の平和のために巡礼の旅のね活動をしているようです世界の平和のために今ねコロナウイルスが蔓延しているのでそれを少しでもこう沈めようとする巡礼の旅だったり まあ今後起こるとされているその地震だったり災害それを少しでも食い止めるための各地の浄化の旅というのをね今でもねやってるようですただやっぱりね資金がねやっぱり足りないそうなんですようんなのでその資金の援助をこのホームページで受け付けているようです興味ある人は是非ねちょっとこちらをチェックしてみてください僕のこの動画のね概要欄にもこのリンクを貼っておきます 僕たちもね、今後起きるであろう自然災害や地震を何とか食い止めることはできないのか、僕たちは祈ってもしょうがないのかどうもそうではないようです。最後に日賀義丸さんのホームページからの言葉を紹介したいと思います。祈りについての言葉です。祈りは霊的能力のあるなしや精神的な修行がないからとかエゴばかりだから資格がないということではありません。また 宗教やご神事とも違います祈っている時間の長さも関係ありません心からの思いがこもっていることが大切ですこのようなことを思いながら祈ってみていただけたらと思いますわかりますか僕たちも心を込めて祈れば通じるということですやっぱり僕たちもね、日々世界の平和のため世の中がもっと良くなるようにというね祈りの時間を持つといいと思います具体的には 自分自身の健康だとか幸せ家族の円満愛する人大切な人の幸せと健康自分自身の幸せをきちんと願った上で世の中の平和や幸せを願うとでまずは小さな和と幸せからそれは波紋のようにゆっくりと広がっていきます。だから僕たちでもね、おお祈祈り、り一生懸命お祈りすると、 やっぱりね世界の平和にね影響するはずなんですよ僕は自分の師匠から瞑想する前には必ず世界の平和のためにお祈りしてから瞑想してくださいってよく言われてましたなので皆さんももう1日1回でいいですね世界の平和のために一生懸命心からお祈りを捧げる時間を作ってみてはいかがでしょうかそうするときっとこれから起こるとされている地震だとか災害 それをね少しでも僕はね食い止めることができるのではないかと思っています今日も最後までご覧いただいてありがとうございました